ごぼうはね、俺結構ね徹底してて、食物繊維だからいいんだよ便秘に。ごぼうは下痢したしいいよ。で今食欲ないからこれを機に食べないで胃袋をちっちゃくする。これ見る？これで、だってさ、こういう昨日の残りも好きなんだよね。手なんかダサい。ちょっと温めなかんな。マユほんとキモいなって。お前、ね、自分の子供アイコンにして悪口言ってんだよ。かわいそうだなお前の子供な。これ卵とじ唐揚げにして。え、冷たいからチンすればいいんじゃない？このごとじからいやチンしてよ、うん、これ持てってなんかこれをちょっと調理してくれ。あれなんか調理って何？温めて。なんかわからんけどなんかできん。刺身の残りどうやって やる刺身の残りなんか怖いじゃん。なんか調理しないと。な、何がいいかな。みんなに1個カツオのさ、カツオ揚げ。いやもうめんどくさいね揚げ物は。あ、漬け、醤油漬け、刺身しゃぶしゃぶか。うーん、スープとかに。あ、そうそう、ね、うん、スープにするか。ここどうだ、はい、何？塩かマヨネーズ。マヨネーズ。塩コショウ。どっちだよ。悩むな。え？悩むな。早く。塩コショウマヨネーズ。カツオなんかあれ使って？今やめろって、うん、うん、スープ。あ、そうだ、ローマン、チンじゃダメなん。チン、カツオをチンしたらどうするの。 どうするって何。まずいやんって。カツオの刺身の残りチンしたらまずいでしょ。普通に焼くだけに。焼く、うん、
泣くのもおかしいよね。おいおい、お、ミルキーちゃん、すげえ。ミルキーごめんね。ミルキー怒ってる。ごめんね。白米いない。変えてくれない。醤油で焼いたらうまいって。ポン酢で焼くか、なんか。いいの？おいしい。ごめんね、熟練して。あっつ。で、これ唐揚げの卵酢で作って。何？なんか親子唐揚げ丼みたいな。家入ってていいじゃん、もう後で。卵ないの？卵あるけど、もうちょっとさ、卵とじ作って。あとマロニー食べたい。ごめん、もういいってるよ。わ、いや、お腹空いた。マロニーだ。醤油がないよ、この家。こっちにあるよ。それ空だよ。あ、まずいご飯作らんでな。お前作れよ、じゃあ。 まずいのやめてな。お前作れよ、じゃあ。まずいの食わんぞ。で、自称料理がうまいから。できた？何これ？普通のあっついた。何これ？絶対まずいじゃん。するな、これ。ダメだ、これ。舌がいかれてるわ。片栗粉あったらさ、あの、まぶしてさ、普通あれすればよかったね。焼きたてだから、食えるって感じ。もう食いたくないな。やっただけだ。好き嫌いないよ。普通、なんとも言えない味。普通。氷がないな。納豆ない？納豆ない？ないよ。もうない食べ物。もういい加減にしなって。ザーサイちょっと持ってきてくれ。ごめん。もういいって。あーね、ザーサイスープ作ろうって書いたら。そこに加糖入れたらよかったやんけ。だから片栗粉でとろみつけたいから。これ1個食べれない。2個食べれない。
も食えんな、捨てて。もう何日も食いたくない。これ入れるん？コーヒー入れるん？コーヒー入れるん？これ、うん、まずい？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 しょうもないって感じ。ほんとしょうもないお前の料理。まずい。下手。下手くそ。料理下手。これも下手。おいしい唐揚げ作れないの。下手すぎ。こんなまずい唐揚げ久しぶりだ。なんかパサついてるね。なんかさ、炭酸水飲んでんの？ちょ、水入れたの。飲んなかったから。鮎の唐揚げの方が美味しいね。あー、まずい。びっくり、まずいわ。びっくり、まずいね。あー、まあ、これ絶対買わない。そうだ、まゆ、歯に唐揚げの肉の繊維詰まった。何？歯に唐揚げの肉の繊維が詰まった鶏肉。取って。取れない、自分で。取れない。やだよ。取れない。じゃないから。まゆ、取って。ごめん。取れないわ。目で見れない。本当汚いじゃん、口の中。どこ？え？取れない。本当に嫌だ。取ってほしい。ごめん、ティッシュでもいいから。ごめん、こっち。これ裏だ、裏。ん？裏だから無理。歯磨いてくる。裏？裏。どんどん老けていく。
つきも変わっていく。やばい。で、太った。顔が怖い。顔でかいし、やばい。あ、ねえねえ。あ、これはマユリスだよ。何？車を送ろうかって。うん？マユリス。送ろうかっていいの？うん。うん。じゃあ。でも。10時に迎えに来て。ガチ恋だよ、マユリ。男？うん。誰？あの。秘密。前にガチ恋？嘘嘘嘘。は？嘘。知ってる、お前のリスナーなの？うん。あ？見せないでよ。ガチ恋は嘘。スピーカーやめてあげな。ガチ恋は嘘ね。電話出ないじゃん。怒る気ないじゃん。ゼロワンがちょっと怖いと思ったんじゃない今。怖いのに俺に送ろうかって送ってくる。や優しいんだよ。送る気ねえじゃねえかよ。優しいんだよ。俺の出なく出ないじゃん。あのもともと金梅リスナー電話かかってこないじゃん。声出せんからだって。え、顔出し。しないよ。この人声出せないんだって。なんでだろうね。お前のガチ恋なの？いや、嘘だって。じゃあ送ってもらおう。うん。エースピャーン。後ろの席に乗ってあれしないと。だ、はい、落ちてるよお前。それ自分だよ。お前だよ。そのエリア自分じゃん。10時に来てもらうわ。じゃあお風呂入ってきな。仕事場が近いらしいよ。藤井フミヤさんですか。振り返るといつも君が笑ってくれた。何その歌。風のように聞かないと分かんないんだよね。眩しすぎて目を閉じても浮かんでくるよ。涙に変わっても入ってきて。君だけを見つめて。その歌ね、やっとわかった。君だけしかいなくて。おお。僕らはいつも遥か遥か遠い未来へ夢見てた。入ってきな、風呂。